セレクションでチーム関係者に印象を残す方法。こんにちは。サッカー上達、人生成功コンサルタントのゴーです。本日はセレクションでチーム関係者に印象を残す方法をお伝えします。毎年6年生のご父兄からよくある相談です。ジュニアユース過去中学のセレクションに関してです。年々感じることですが、進路は早い段階で将来に関して決断しないといけない状況になっている気がします。例えば目指すジュニアユース過去中学のチームは、ユース過去高校はどこに輩出しているかなど、次のカテゴリーの進路実績も調べて決断しないといけません。手前味噌にはなりますが、私はセレクションで落ちた経験ほとんどありません。見た目はごつく声が大きいので自信家だと思われがちですが、実はかなりビビりで結構準備をするタイプです。今からお伝えすることは、実際のクラブで指導されている方たちから聞いた印象に残す方法と、私自身が実践してきた内容です。セレクションのポイントはゲーム形式なので、ランダムまたはチーム側がセレクトしたメンバーで試合をします。その時に自分が最初に自己紹介をします。一番最初にすることがポイントです。1. 呼んでほしいネーム。私でしたらゴーと呼んでよろしく。 2. ポジションとストロングポイント、自分の武器ですね。ポジションはセンターフォワードで、相手の背後を取るのが得意だから、みんなが前向いた瞬間、僕はディフェンスの背後にパスを出してほしい、など、具体的にですね。3. 仲間のストロングポイントを聞き出す。自分が喋るだけでは、チームメイトから信頼を得られません。なので、仲間の、長所である、長所を聞き出すことです。4つ目、みんなで受かろうとまとめる。やはりどんな人でも自分だけという考えを持っている人は、協力を得ることができません。なのでみんなで受かろうねっていうことを必ず伝えてください。この時点で積極性のある選手だとか、リーダーシップがあると評価をもらえます。まだプレーはしていません。企業の就職試験のグループ面接みたいなものなんです、これは。そして試合中ですね。1. とにかくボールを受けることです。ボールを触ること。仮になかなかボールを受けることができなくても、ボールを受けに行こうとする意思は伝わります。目立つことがポイントなのです。2. 仲間の失敗プレーに前向きな言葉をかけること、これはめちゃくちゃ重要です。やはりチームに文句ばかり言う選手は必要ありません。仲間の士気を下げることになります。なので前向きな言葉をかける選手は仲間に勇気をもたらすことができます。そしてセレクション後ですね、当たり前のことですが、1. 着替えをする。体調管理をしていることもプラス材料です。2. 挨拶を必ずしましょう。自身のプレーを見てくれたスタッフの皆さんに、今日はありがとうございました、失礼しますと挨拶をすることです。まあこれは日頃ですね、家でやっていればできることなので、改めて言うことではありませんが、必ず挨拶はしましょう。大枠こんな感じです。どれも当たり前のことですし、ビジネスをしているお父様方でしたら理解できることだと思います。実践してみてください。
メルマガ毎日配信中。ぜひご登録ください。サッカー上達コンサルタント山本剛でした。